ダイアン・クルーガーは、ドイツ出身の女優、ファッションモデル、同国を代表する映画女優の一人、カンヌ国際映画祭女優賞をはじめ、欧米各賞を受賞する実績を持つ。代表作は、女は二度決断する、ナショナルトレジャー、イングロリアス・バスターズなど。名前はドイツ語の発音では、リアーネ・クルーガーとする方が近いが、日本では英語読みのダイアン表記が、 一般的である。また、フランス映画への出演も多いため、フランス語でディアーネ・クルージェと表記されることもある。母国語のドイツ語のほかフランス語、英語を流暢に話す。ヒルデスハイムにてディアーネ・ハイトクリューガーとして生まれる。父親のハンス・ハインリッヒは、コンピュータのスペシャリスト、母親のマリア・テレジアは、銀行員。シュテファンという弟がいる。 当初はバレリーナを志し、ロンドンのロイヤルバレー学校で学んでいたが、怪我で断念。その後、ドイツでモデルとして活躍。パリに移り、フロラン演劇学校で演技を学び、同校の優秀な生徒に与えられるクラススリプレ賞を受賞する。2002年にデニス・ホッパー主演のザ・ターゲットで映画デビュー。2004年公開のトロイでハリウッドに進出し、 トロイと同年公開されたナショナルトレジャーで国際的に知られるようになる。2005年にはマキシム氏のホットな女性50位に選出される。以後、ハリウッドとヨーロッパの両方で活躍している。2007年の第60回カンヌ国際映画祭の開会式及び閉会式の司会と2008年の第59回ベルリン国際映画祭の審査員を務めた。 2009年公開のイングロリアスバスターズで全米映画俳優組合賞助演女優賞にノミネートされた。2017年、ファティア・キン監督の女は二度決断するで第70回カンヌ国際映画祭の女優賞を受賞した。2001年に俳優のギオームカネと結婚したが2006年に離婚。同年からカナダ出身の俳優。 ジョシュア・ジャクソンと交際を始める。業務金との結婚から、結婚という紙切れで結ばれる関係を信じないとして、ジョシュア・ジャクソンとパートナー関係を続ける一方、60歳になっても一緒にいれば結婚するかもしれないとも発言していたが、2016年7月、ダイアンの誕生日直後に10年間の交際を続けたジョシュア・ジャクソンとの破局を発表。破局の理由に、 ウォーキングデッドに出演しているノーマンリーダースとの浮気が原因ではと噂されている。2018年にノーマンリーダースとの間に第一子を出産。ありがとうございます。